さあ11月4日木曜日、お相手はヘロヘロですね、清水のみっちゃんです。ああご苦労さまでした。お疲れ様でございました。昨日はね、昼夜中夜やったのよ。はい、もう高田文を祝う会というのを中夜で、大衆芸能生活40周年記念ということで、中年は渋々って渋々、あいつらがはしゃぎすぎだよみんな。本当ですね、もう昼は昼でもうね、翔太とか落語家さんでみんなでやって、はい、夜は夜でいつもの小学校やってね、はい、まあ昼はあれですよ、大喜利やなんかやってね、はい、レール夢のあの市場さんが俵越し現場をフルで歌ってくれただけだよ。ダーッともう照明当ててガーッと歌い上げて一番いいところで先生っつうと、俺がそれとかバッと出て照明当たってそばやかーっつって声がダーッと受けてさっと上げて割りゼリフだからね、先生っつうのがそばやもう気持ちよくてさ、それやりたいだけでしょってみんなに言われて、ちょっとその面白いですね、そのサザン仕方を抑えたらこれこの一瞬やりたいバレたっつって、そんな贅沢ありますかね。もう最高だったね。わいいな、私もやりたい。それ市場さんのね、もう9分間に及ぶね、市場さんいい迷惑だね、ほんと全部持ってくんだもんね結局それがみんな俺がそば屋から一言で演技やってきて、演技ってなんだろう、そう夜はいつものやつやったらきっと山ちゃんとか、はい、おいで中でもね、あのちょっとした事故が日刊スポーツにもね、はい、新聞出てますけど、エガちゃんがお祝いの芸、ね、をやりたいと、うん、来たわけだよ、うん、で途中こうねお祝いコーナー作ったわけだよ、うん、で最初作文読んだわけだよ、はい、高田先生と私みたいな、いいじゃないですか、おいでちょっと笑わせてさ、それからおっしょろしい男でこれだけじゃ借りたくないなんて言って、はい、おいと東を止めたんだ、うん、もう今日お祝いですからってありがたいじゃないですかブリーフ重量上げって知ってますかって言うんだよ、知らないよそんなの、知らないです、ブリーフ重量上げだよ、はい、それからほなかになってね、パンツ一丁になったんだ、この写真、この写真の、うんうん、それこのパンツをですね、なんていうのかな、の右手を右側を中に入れて、左手入れて、はいはい、グーッと入れて、それをグーッと持ち上げるとパンツがグーッとなるとほら食い込むじゃない、はあはあ、すごい V 字ができるなるよね、そういうイメージで俺らもさ、ちょっと面白いじゃないですか、面白いじゃないかと思ったのよ、はあ、でグーッと成功したらみんなで万歳万歳ってくださいとか言ってんだよ、うん、くだらないこと言ってんじゃねえとか言って、うんうん、でグーッと上げたらもう笑いの神が降りてくるね、グーッとしたらビリッと破けたって、パンツ本当ですか、さすがエガちゃんですね、裂けてきたのよだんだん、うわピピ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 ポンポンみたいになっちゃってさ、ご祝儀だよみたいな感じでさ、他の人だったら難しいところですけど、エガちゃんだとなんかおかしいですね、そうなのよ、カラッカラッと伏せますね、もうさ、それもさ、もう早くから昼間から入って練習してるんで、どこ稽古したのさ、稽古する場所ないだろそれ作文読めばいいだけ、あとはパンツあげるだけなのに、もう前の日から練習して、練習って言わないで、稽古する場所がないでネタのこれそれでさ、まあまあ、キッズとかね、みんなでさ、ドイルポール様で行って、みんなで打ち上げ、うん、わーって言ったんだよ。で、乾杯とかって、わーどうなんだよ。俺、パーって言ったら、俺、エガちゃんいねえなと思ったの。エガちゃんはっつったら、大川高家のマネージャー、スーッと今日降りとって、小耳にさ、高熱を出して帰りました。熱出し、燃え尽きましたと。子供知恵熱じゃないですか。知恵熱。もう興奮しちゃったんだろ、極度の。だから、こう、芸をやった後、もう、放心状態で、そのまま私が車に乗っけて。あの人よく倒れるよ。そのまま家帰って、今頃まだ寝込んでんだ。体弱いんじゃん。打ち上げも出らんないんだから、もう燃え尽きて。高熱が出ちゃった。何回か見てますよ、私も生で、あの人倒れ込む。真っ青な顔して、何ギリギリまでやるんだろう。ギリギリだね。このためにだって2ヶ月ぐらい前からもう体調を作ってきて、はい、そのパンツをこう持ち上げるだけの。じゃあ練習もしてきて。ブリーフ重量上げを見てほしいと。だけで。アイデアはいいのに。いいのに。玉木出ちゃって。それすごいですね。青ざめて帰っちゃったと。打ち上げも出ずにそっと帰られた。そりゃお客さん喜んだでしょうね。もうメールも本当にね、たくさん来ましたですね。もう、いや、この人はですね、小川さん使ってたらね、はあはあ、いや、一夜けども、エカちゃんの今でも、ブリーフ重量上げの衝撃からもう冷めませんと。いいな、お客さん、はっきりしたね。私は2列目で見ていたんで、エカちゃんの息子もはっきり見えました。またエガちゃんをいじる高田先生の嬉しそうなあのお姿、あの生き生きとした姿を見て、あと10年はビバリーやれるなと思いました。大きな話ね。ほら、いろいろ、いろんな人もね、まあ、浅草家の漫才最高という人もね、はい、ゲロさん、どうも、一場師匠の熱唱に酔いしれる中、高田先生が飛び出してきて、そばやかの一言は、カタルシスを味わい、新宿の空に大輪の花火が一発打ち上がったかのように盛り上がりました。ほら、そうやって褒めるから。喜んでる方、みんな。ほらね、まっちゃんも頑張ってくれてね、松村さん、はい、うん、そか浜川も受けたしね、U字工事も受けたし、よかったですよ、ベストメンバーですもんね、ベストメンバーでね、唯一あの滑ったのが竹丸ちゃんという、ちゃんといるんだ、まあ、ちゃんと滑り要員がいてくれてね、偉いもんですね、締めますね、ちゃんと滑る形作るからね、
あんまり受けてばっかりっていうのもね。そうなのよ。なんだかもう。大喜利やってもね、そう、ちゃんと滑ってくるから。はいはい、うん。なんかわかるんですよね、これで山場がどこだってことが。で、志らくとか市場なんかとね、成長なんかでやったんだけど、ちゃんと竹村ちゃん一人でこう、ね。それまで。どんだけラジオ聞いてブルーだろ。こんなこと言われちゃ嬉しいで、ね、また嬉しいで、ね、またすぐ俺の出番で、ね、言ってくれて、ありがとうございます。私はちょっといじっていただいたやつです。もう、いっちゃう。そういうことがあって、本当に、昼と夜、本当に超満員で、ありがとうございました。ありがとうございました。ね、お疲れ様でございました。みっちゃん的にはどうしましたか、はい、うん、私はですね、うん、今週はよく働きまして、ね、働きた、はい、うん、まあ、中でもですね、印象的だったのは、うん、NHK の子供番組でシャキーンってのがあったんですよね。あ、俺が毎回言ってるやつ、これは面白いって。朝7時から。もうずっと言ってるよな、だいぶ前から。あれ見逃さないんだもん、俺。あ、本当に？夜シャキーンもあんだよ。朝7時ずっとやってるよ。それこそ週末は夜バージョンの、明日汗が早いから早く寝ろよっていうバージョンもあん。それなんか全部でかんね、俺。そうなんですか、私、ドンばっかり見てんのかと思った。ってなんだよ。だってこれの裏番組だ。おはようございますって言ってたから。あれはすっきり。ああ、すっきりした。あれは、テリーの方だろ？そうか。その前だろ。一回朝 NHK 行って、日テレ行って、富士行って、みたいな感じなわけですね。この。それで仕事に行って。うおさおうみたいな。うおさおうみたいな感じだから、仕事にここへ来て、何食わぬ顔してみたいな。何食わぬってことないけど。私は日本放送大好きみたいな顔してますけど。シャキーに出たの？シャキーン出まして、羨ましい。あれはね、面白いんで、ギャグがいっぱい。あ、そうなんですね。でもまあ一つの新しいコーナーなんで、うん、一番最初にっていうことで、うん、教育テレビですよね、NHK のね。そうです、そうです、うん、毎日朝やってます。はい、うん、スチャダラパーの坊主さん、うんうん、そしてですね、うん、あの放送作家の倉本充さんという方がいる。彼が企画してるんだ、あの番組ね。はい、企画して本人も出るっていうことだったんですよね。そ、うんうん、れで行ってみたら、うん、まずメイク室に坊主さんだけがいたんですよ。で、おはようなんつって、一緒に座って、横にいて。で、二人だけですよ。で、男性ってよく照れるじゃないですか、メイクするときに。俺別にやりたくないんだけど、みたいなのがあるじゃないですか。それで、まあ、好きなようにしてって言ってるから、たっぷり塗ってやってって私がそこでしゃばって、で、ちょっと、あの、みんなと笑ったりとかして。で、倉本さんはそこに来たんですよね。で、これで三人揃いました。揃いました。で、髭どうしようかなって言ってるから、全部剃ってやってって言ったんですよ。ピタシーンってして、倉本さんが、坊主だけは笑ってるんですけど、あれ、なんか機嫌悪いのかなと思ったんですよね。ほんで、この間、あの、松本人志さんのコント番組、すごい面白かったって。NHK のな。ありがとうございます、みたいな感じで。なんか冷たいんですよ。よそよそしい感じ。なんか機嫌が悪い日なのかな。それか、出るから、ブルーなのかなと思って。エガちゃん状態で、もう本番前、極度の。そういうこと言うなって。エガちゃん状態で。練習してるとか、ブルーとか言うんですよ。パンツ上げる練習一週間やってたみたいな。この日のためにみたいな。俺の前でしくっちゃまたしくじるみたいな感じで。そういうブルーがあるので、あるのかなと思って、まあそれか機嫌が悪いか、嫌われてるかどっちかなと思ったんですけど、坊主がそこで、あの、なんていうの、本当あれも、あの番組も良かったし、これも良かったみたいな感じで、空気を柔らかくして、それで倉本さんもちょっと喋るようになってたんですよ。やっと良くなったような。なんで怒らせたのかなと思ってたんですけど、で、30分くらいしたら、坊主が出てった。で、二人きりになりました。坊主が出てったって面白い。で、私がだんだん顔が出来上がってきた。しばらくしたら、ずっとこう作ってくるわけね、だって顔。倉本さんが、みっちゃんかって言って、そうだよって、今まで何だと思ってたのって言ったら、今まで出しゃばりのメイクさんがずっと俺に全部そっちゃいなとか。うっとうしいこと言ってんなと。抹茶の番組よかったよとか。偉い、何様なんだこの人はと。そんなメイクさんいるわけないじゃんって言って、それでなんとなく、から勝ち抜きたんだ、なんとなくずっとこう距離を笑わずに、なじまずにと。赤っ恥じゃないの私。あんたが顔作ってたら、ああ、なんだ、あ、みっちゃんが。あんたどんな多面性持ってんの、どんな多面性。私そんなにメイクで変わるタイプでもないと思うんですけど、びっくりしましたよ、本当に。分かんなかったね。うん、全然分かんなくて、なんか出しゃばりのうるさいメイクがいるなと思ったんでしょ、多分。うっとうしいよな、そんなこと言われたら知らない人に。そう、恥をかきました、というわけでございます。というわけでございます。じゃあ、今週のビバリーはですね、行きましょう。学園祭の女王から模擬店でボロ儲けまで、学園祭の思い出大募集。はい、高田美穂と。清水美ちゃんのラジオビバリーヒルズ。たぶんエガちゃんまた1週間ぐらい寝込んでんだろうな。そうですね、体弱い子なんだ。体弱い子痩せてる上に、もう寝てるでしょね。あー、おかしい。髪の毛も精神も弱いから、髪の毛もしっかりね薄くなっちゃったよ、また久々に会ったら。
ガチャ。これでまた寝込む、このラジオ。また寝込むね。はい。メールとファックスの募集をしたいと思います。本日の音楽道場破りのテーマは、学園祭文化祭リクエストです。はい、くしくも先週末、鶴文化大学の学園祭に呼ばれてきた私ですが、今時の学園祭事情から、うん、あなたが学園祭で見た話、聞いた話、うん、驚いた話にリクエストを添えてお寄せください。昨日はね、のりこりさんもね、あの昼間行ってたよ、学園祭とか。あの人ね、のりさんってあの、年配の方の方ね、へいへいへいじゃない方。はいはい、あの国士舘大学なんだよ。あ、そうなんですか。で、母校で昨日、今国士舘でね、やってきたんだよ。あ、漫才ね。で、あと高さんのあの歌歌ってたから、玉木浩二のやつね、二人でね、歌ってきて。歌があると助かるね。あの時間埋まるから、歌があると助かるね。学園祭。その気持ちはわかります。学園祭やってた時の国士舘の。そうでしたか。というわけで、そういう情報もお待ちしております。はい、受付メールアドレスは、hills@1242.com、hills@1242.com まで、またファックスの方は番号が 0570-02-1242 番、0570-02-1242 番、リクエストが紹介されたすべての方にはニュータッチから美味しいラーメン1ケースがプレゼントされます。はい、そんなこんなで、じゃあ今日も1時までうまいヌードル。ごめん、何やってんの。ちょっと疲れてる。ちょっとさすがに 俺もね、62なんだよ。朝昼だったから ね、まあ今日はいいでしょう。そんなこんなで、じゃあ今日も1時までうまいヌードルニュータッチ。